バカ、サヨだよ。バカ、リサだよ。サヨリスチャンネルです。はい、ということで今回は夏に撮りたい制服プリクラ対決、イエーイ。で、まあ採点してくれるのはイニットルームのサランちゃんとカンナちゃんと、あとイニットルームのね、スタッフさんの3人で判定をしてくれるんですけど、負けた方はなんと変顔プリをインスタに投稿ということで、やりたくないよね、こんな投稿したくないよね。まあでもさやが投稿するからうちには関係ない話っていうか、あのそういう自信過剰なまあところはちょっとやめてほしいかなって思うんですけど、まあ対決といっても取るのは2人で取るんだよね、うん、そうだね。採点してくれる方はどっちがやったか分かんないんだよね。だからガチでそれは採点やってもらおうと思います。視聴者の皆さんもどっちがいいかコメント欄で教えてください。じゃあ先ね、リサから準備していこうか。はい、案をお見せしてもらっていいですか。はい、で、私はね、こちら、じゃん、このチュッパチャップスの缶ジュースでね、プリクラを撮っていきたいと思います。かわいい、なんか夏っぽくていいね。これはね、ダイソーで買えるね、やつなんだけど、めっちゃかわいいからおすすめ、うんうん、グレープ味とオレンジ味だ。そう、で、これに合わせてちょっとね、じゃじゃん、このシールと、で、このね、家にあったね、サングラスなんだけど、これをね、ちょっとこのシールでデコってね、いいや、つけてでプリクラ撮っていこうかなと思います。はい、ちょうど文字も隠れるしね。そう、ちょっとダサいんだけどこの縁をね、隠すとちょっと良くなるかなって感じです。はい、さやちゃんの少しパクります。なんでパクるの、さっきからね、パクられるんだけどこの大きいやつ貼りたい。大きいの、でも貼るの難しくない？入んのかな、見てでかいの割れない。片レンズ完成。あとちょっと作業スピード遅いっすリサ早あの、こんくらいは進めてもらわないと困るんですけどお前、いつまでそこやってんの、早くして。はい、はい、ということで完成しました。3、2、花、じゃん、どっでこんな感じ。どういう感じ？結構いい感じ？こんな感じ。こんな感じ。じゃあね、このサングラスとチュッパチャップスとこのね、制服のね、リボン、これをね、つけてプリクラをね、撮りに行きたいと思います。はい、じゃあ次はうちのプロデュースのやつを言いたいと思います。はい、まずはじゃん、なにこれ。やっぱ夏といえば水鉄砲ということで、はい、水鉄砲です。かわいい、こっちよね。これ私水色でいいの？いや、まだ決めてない。あ、そうですね。すごっ、なにこれ。これとじゃん、ティアラ、冠です。はい、で、これは紫とピンクです。で、これは全部セリアです。はい、これとリボン、これは赤と青です。これで撮ろうかなって思ってます。じゃあ早速撮りに行きたいと思います。ゴー。こっち側で
な見たんですだから、そう、色変わっちゃう。まあ、そう見えてるかな、見えてないと思うな、だからここが、そう、で、全然落書き間に合わなかった、やばいね。じゃあ、今から家に帰りたいと思います。はい、撮影から帰ってきました。で、判定結果が出てるということなんですけど、みんなに完成したプリクラを見せていきたいと思います。で、私のね、完成したプリクラはこれになるんですけど、でこれをね、選んだ理由としては、チュッパチャップスの缶ジュースとサングラスがね、ちゃんと見えているのと、2人のね、顔が漏れてるっていうので、これを選びました。はい、ちょっとね、リサの持ってる缶ジュースの色が変わっちゃったんですけど、これもこれで可愛い色してるなって感じなんで、うんうん、まあ OK かなって感じです。はい、顔もさ、2人とも可愛いしさ、そう、ちゃんとサングラスも缶も取ってるしさ、うん、落書きもさ、ピンクで可愛いしさ、うん、めっちゃ完璧やん。ちょっと負けた気がする。ちょっとリサチのやつが思ったよりも可愛くて、ちょっと心配ですけど、はい、じゃ、うちのやったプリクラはじゃん、これです。はい、でも落書きはプリクラの中にある落書きをポンって1個押しただけで、本当に落書きは何もしてないんですけど、その元々あるプリクラの落書きはちょっと乾きすぎたんで、これにしました。はい、はい、なんか2人ともさ、なんか角度がさ、可愛いじゃん。そうだね、可愛い、こういう感じで。でもちょっと水鉄砲見えづらくなったよね。そうだね、ちょっと見えづらいかも、うん、でも可愛いめっちゃ、うん、前派手でちょっと目につくかなとも思いました。確かに、うん、じゃあね、ここからはママミが発表したいと思うんですが、はい、判定結果が届いた順番に発表させていただきます。はい、まずユニットルームのスタッフ、はい、選んだプリクラはさやのプリクラです。うっそやん。全体と顔の大きさのバランスもいいし、右もシンプルでいいんだけど、左は文字も適度に派手でいいと思います。右がさやのやつですね。なるほど、派手が好きなんだね。ちょっと派手なのが好みだった可能性はあります。そうだと嬉しいね。はい、はい、続きまして、はい、サランちゃんから来ました。この取りたいガチで、はい、サランちゃんお願い。サランちゃんが選んだのはリサのプリクラです。ありがとう、サランちゃん。サングラスをかけていて夏って感じがするし、制服が目立っていて可愛いです。ジュースを持ってプリクラを撮るという発想がなくて真似したいと思いました。おー、ありがとう、サランちゃん。おい、サランちゃん、マジでありがとう。いい勝負だね。うん、ちょっとガチで頼む。あと、カンナちゃん。はい、最後、カンナちゃんです。はい、カンナちゃんが選んだのはリサのプリクラです。なんだな、めっちゃ嬉しい。ということは罰ゲームはさやになります。マジでありがとう。最悪ガチで。この動画が YouTube に上がる前までに、はい、変顔のピンプリを Instagram の方にアップしてください。はい、しかもさ、2枚目に変顔とかじゃダメでしょ。ダメですね。もうガチでやだ。全部変顔で撮ってもらって、そこからリサチが選ぶねえ、最悪、はい、任せてください。しかもストーリーとかじゃないでしょ。一生残るっしょ。フィードですね。ねえ、最悪なんだけど。うわ、よかった。理由はサングラスとジュースの小道具と背景のピンクのハートが爽やかで明るい感じがするからです。どっちも可愛くて悩みました、ということでした。マジでありがとう、サナちゃん、サランちゃん。はい、ということで、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。ボタン、ボタン。